構内の様子、貨物列車の入れ替えのため機関車が待機している。右手に、消失前の旧駅舎が見える広田駅は、福島県藍津若松市下東町広田あざ中島棒に、ある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道番越西線の駅である。地上駅。形状は、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを有するが、 9、3番線は、信号機の使用を停止しているため、実質は、相対式ホーム2面2線となっている。互いのホームは、校内踏切で連絡している。会津若松駅管理の無人駅。友人駅時代に建てられた木造の駅舎があったが、2007年12月に、火災が発生し、半焼した。火災前の駅舎は、事務室の部分が、町の駅。 加藤として利用され、待合所の改札口脇に近距離乗車券の自動券売機が設置されていた。待合室内部は無事だったが、火元となった倉庫やホーム側の岩木、信号設備のあった部分は消失した。消失した旧駅舎に代わる新駅舎は2008年6月に完成し、使用が開始された。新駅舎は、 鉄骨平屋建て床面積85平方メートル。合図らしさを意識した和風の外観で、無地見駅のため周辺から見通せるよう窓を多くし、資格を極力減らした。建設費は約3000万円。かつては、稲わしろ第四発電所建設時に、東京電灯の専用軌道である、広田専用軌道が当駅に接続していた。現在、 JR 貨物の駅は、シャー貨物の臨時取扱い駅となっており、貨物列車の発着はない。貨物設備はなく、専用線も当駅には接続していない。かつては、住友大阪セメント広田サービスステーションへ至る、専用線が存在した。この施設へ、大見駅発送のセメントを輸送するために、火曜日引く、木曜日の朝方に、 貨物列車が到着していた。しかし、2007年3月14日、到着分を持って到着する貨物がなくなり、翌3月15日に、機関車が短期で到着し、前日に到着して、セメントを取り下ろした空車を引き取って、専用船の運行は終了した。専用船には、住友大阪セメント所有のオレンジ色の、日立製作所製、スイッチャー1機が存在していた。 また1980年代までは三菱製功広田製作所への専用船も存在した。2004年度の1日平均乗車辞任は211人であった。旧川沼郡加藤町の中心に位置するため、駅前は住宅地となっている。駅前には小さいながらも駅前広場を有する。駅に隣接してタクシー会社があるので、タクシーの利用には不自由しない。 駅から約100メートル離れた位置にあり、広田駅バス停よりも遠い。広田駅に停車する路線が停車する。ありがとうございます。